なんか日常的にこう9割っていう単語を使いつつ、なんかフォーカスをすごく置いたことがなかったので、なんかすごい不思議な感覚のこう空気感のなんか杖テイストもなんか割とシュールで、でもテンポ感もあってすごい面白いなと思って、完成が楽しいなと感じております。でもなんかこう天の声みたいな声をずっとこうやってたので、クイズやってるみたいな感覚で、ちょっとこう普段の撮影とはまた一味違う撮影だったなと思います。なんか私腸活好きなので、腸って言われた時はちょっとわかんないみたいな顔しちゃったんですけど、撮影はすっげーわかるな腸大事だよね、ちょっと共感もありつつ。ありがとうございます。あのこういっぱい9割やった後に最後こうプレモルをと飲んでたと思うんですけど、飲んだ感想とかもお伺いできますか？昨日ぶりだなっていう感じです感想と言われそうです、昨日ぶりだな、昼から飲めて嬉しい。リアリティショーがすごく好きで、結構配信のもので増えてたりするじゃないですか。あれを寝なきゃいけないのは分かってるんだけど、結局1話だけって思ったら2話まで見て、次の日もう1回1話だけと思いながらまた2話分進んで止まらなくなってきちゃってでもそういう時間をこう家でゆっくり過ごせてると、なんかこう自分の時間っていう感じが、日々撮影とか忙しい中で唯一ちょっとこうプライベートな時間を確保できているっていうのは、なんかちょっとこう余白というか、ふって息抜きできる時間だなと思いますね。余白を大事にするラジオみたいなのを広瀬さんってやられたりするのかなと思うんですけど、はい、ラジオとかもこう余白時間みたいな感じになってるんですかね。ラジオは一人で勝手に喋ってるだけなんで、なんかすっごい早い人、すごい短く終わっちゃった人、すごいアホみたいに一人で自分でわーってすごい喋っちゃう日が結構バラバラで、なんか何ですか、自分のテンションというか、なんか分かるっていうか、今こういうちょっとゆったりしてんだな自分とか、ちょっと再確認できる時間でもあるので、元々だとラジオ大好きだったので、そうですね、カメラの前に立たない仕事としてちょっと新鮮かもしれないです。でも睡眠ですかね、結構私生活の中で睡眠はすごく大切にしているというか、ちょっとこうたまに忘れるっていうか、疲れてるんだけど見ちゃうとか、なんか見ちゃうとか、こうなんとなく自分の好きな時間を増やそうって思って寝るのがちょっと短くなって、まあいっかみたいになるんですけど、次の日結構がっつり多分寝ないとダメなタイプなので、空き時間にちょこちょこずっと寝て、トータル結局1時間半プラスで寝れたみたいなの7時間か8時間毎日食ってあるので、そこにちょっとずつこう足りなかった分を日頃のこう待ち時間で埋めていくっていう、でも割と睡眠は大切だし好きだし、結構、うん、あんまりこう粗末できないので、そして集中できなくなるタイプなので眠すぎて、割と私は一番というか9割って言うことを、睡眠は大切かもです。ありがとうございます。逆にこう1割何されてるとかってありますか？最近はちょっと日によって違う時もあるんですけど、料理やりたいんだけど、1割くらいなんか脳内にあるんだけど、
結局家で食べる時間が基本的にないみたいな毎日があると、なんか食べることもすごい好きなので、結局こうお弁当とかその現場の付近にあったものをちょっとテイクアウトしたりとか、うん、やりたいんですけど、やりたいっていう1割だけがあって全然やらないっていうのが最近は料理かなって思います。1割のもし時間があった時になんか作りたい料理とかってありますか？でも結構和食を作ることが多いので、逆にこうおしゃれな料理を作ってみたいです。インスタ映えするみたいな。そうです、絶対あげないけどぜひ見たいですそんななんか盛り付けとか無理で、でもそうインスタグラムとかでこう見て、あメニューとかも結構載ってるじゃないですか、結構簡単だなって思う元料理人さんのインスタグラムとか見るのは割と好きで、そういうのを見て、あこれ作りたいなと思うの結構保存してるので、うん、情報はそこからで得たいなと思う。ありがとうございます。ちょっといつかインスタグラムに上がるのを楽しみにしてみてください。うち猫飼ってるんですけど、結構朝から夜遅くまでの撮影が割と毎日続いてると、さすがにどんどんかわいそうになってきて、玄関開けたらもう玄関の前になんかいるんですよ、帰った時またあーってなって、でも行かなきゃいけないから、毎朝頑張ろうって、今日お留守番頑張ってってスパルタにこうお互いになんかこう、あまた今日もかみたいな顔しながらもごめんっつってやってますね。さっきも睡眠なんですけど、寝なきゃと思って12時前には寝るっていうのを決めて最近やってたんですけど、なんか早く寝ればいいと思って9時くらいにこの前寝ちゃって、そしたら7時まで寝れるのに5時半くらいに起きちゃって、逆にその日の撮影の夜がめちゃくちゃ眠くて、あ意味ないなって思って、ここまで頑張らなくていいんだみたいな、眠くなったら12時前にベッドに入るとかでいいんだと思って、ちょっと気合入りすぎて毎日すこぶる元気にいようって思ってたんですけど、風邪もひかないみたいな、ちょっと逆に間違えてしまって頑張りすぎたなと思いました。やりすぎたなっていう、程よい睡眠が、そうですね、本当にそう思います。